んだよ。彼方のやつ全然いねえじゃん。やっぱ死んじまったから。探してないんやなかったの？嘘つき女との二人暗鬼に飽きたんでよ。おもちゃが欲しくなっただけだ。ほんま口の悪さは相変わらずやな。もうちょい思いやりのある言葉使わんとモテへんよ。いらねっつの興味ねえし。素直になったらええのに。人に好かれたい思うんは自然な欲求やと思うよ。自然か。なあ、お前蝶になったことあるか？は？なんやのその質問。あるわけないよ。俺もね、花の蜜がうまいとか言われても、風に舞うのが気持ちいいっつわれても羨ましくもね。地を這う羽のない獣には、それを想像することもできねえからな。ああ。わかるだろ？最初から一人の人間に、孤独なんてありゃしねえんだ。最初から？そんなんおかしいやろ。家族くらいおったんやないの？知らねえ。少なくとも記憶にはねえな。マジでよ。俺は気づいた時にはもう俺で、世界の敵だった。この前見ただろ。神様と戦った時の俺の姿をよ。あらゆる命を喰らい、己の力とする破滅の権化。トガ鬼。あっちが俺の本来の姿っつうわけ。世界中の人間が嫌うのも当然だよな。何しろ、俺がいるだけで周りの命全部尽きちまうんだからよ。しばらくしてある程度力を制御できるようになってな、今のこの人間っぽい姿を手に入れたわけだ。でもその時にはもう、俺は忌み嫌われた存在として名を馳せてた。誰もが恐れるトガ鬼、ビシャスっつってね。案外、しょうもない話やったわ。あ？んだとてめえ。なーにが誰もが恐れるトガ鬼や。うちはちっともあんたのことなんて怖ないわ。カナボンもお嬢もイーツンも、あんたのことなんてちっとも怖がってへんよ。なんでかわかるか？仲間だからよ。嫌われるのが平気な人なんておらへん。孤独が辛くない人なんておるはずない。それでも強がりたいならもう好きにしたらええわ。うちらはトガ鬼の言うことなんて聞いてへんもん。ビシャスっていう仲間の言葉の内側しっかり見つめてるだけや。しょうもねえな。せやな、しょうもないこと言うたわ。めんどくせえな、仲間とかよ。俺は何にも持ってねえし、何にもいらねえ。世界が俺を拒絶するから、ただ抗って生きてるだけだ。一人でもな。そんなんであんた、ずっと生きていけるんやろか。拒絶されるから抗う。そんなんただの反発やん。ダダッコみたいな反発とっちゃう。ちゃんとした生きる理由、あんたには必要なんちゃうかな。必要ねえよ。俺には理由なんざ。いたぞ、トガ鬼だ。ミダスメグールの騎士さんやな。行さんおるけど、遠足でもしてるんやろか。そりゃ不運なこった。遠足の最中に鬼に会っちまうなんてよ。駐屯地からの応援要請で来てみれば、まさか本当にトガ鬼だとはな。だが好都合だ。生物科学班から預かったこいつを試すのにはな。なんや、悪い予感しかせえへんわ。そうか？俺は楽しい予感しかしねえけど。随分可愛いペット飼ってるじゃねえか。ちょっと待ちや。正義の騎士団ともあろうもんが、こんな魔物従えててええやんか。こいつはただの魔物ではない。ミダスメグール生物科学班が秘密裏に作り上げた対トガ鬼生物兵器だ。はあ、騎士
士団が裏で魔物作りとは恐れ入ったわ。でもこれで納得いったわ。イーツンがあの駐屯地のこと知らへんかったんは、そういういけない場所だったからなんやね。わざわざ俺にぶっ壊されるためにこんなおもちゃ作ってくれたわけか。お疲れさんなこったな。その余裕がいつまで持つかな。やれ、トガ鬼とその仲間を駆除しろ。やってみろよ。ほな頑張ってこ。うちは後ろの方で見ててええ子。この魔物はビシャス専用なんやろ。別にいいけど、攻撃飛んでっても文句言うなよ。はあ、せやったらビシャス盾にして最初から頑張った方が良さそうやな。抱かれるんやな、ルーティン。ように襲え。いでよ。じゃこうしない。まあこんなもんやろ。なんだこいつ、全然手応えがねえ。言ったはずだ、こいつは対トガ鬼のために作られた生物兵器だと。お前の銃弾では半物質で作られた皮膚は決して貫くことはできない。トガ鬼よ、お前の負けだ。ちょっとしこいてんじゃねえ。嘘やろ、今のも聞いてないん？